チタは、ロシア連邦、東シベリア南部の都市である。ザバイカリエ地方の主府で、旧シベリア連邦管区チタ州の州都。人口は316,643人。日本語の当て字は、チタ、中国語の当て字は、赤島である。17世紀半ば、インゴジンスコエエットブラックとして建設される。19世紀前半、デカブリストたちの流刑地となった。 1851年に市に認定される。1900年にはシュベリア鉄道が開通。市の日曜日事件によってサンクトペテルブルクにおける労働者組織が壊滅すると、チタが労働者たちの活動の拠点となった。そして、1905年12月にチタ共和国が建設されたが、翌年ロシア政府によって解体された。ビューオブチタフロムタイトフスカヤソプコ。 ロシア革命後、いわゆるシベリア出兵によって派遣された日本軍が1918年9月にチタを占領。しかし、1920年10月22日には再び、赤軍が制圧し、極東共和国に組み込まれた。その後、極東共和国の首都は、ベリフネウジンスクからチタに移された。極東共和国は1922年11月15日に、 ロシアに併合された。1945年以降のシベリア抑留によって捕虜であった日本兵が鉄道建設などに酷使された。典型的な内陸性気候で1月の月平均気温は低く摂氏25.2度、真冬の気温は低く摂氏40度を下回るほど冷え込むことがある。その一方で7月の月平均気温は摂氏18.7度、真夏には 摂氏30度を超えることがあるなど、年格差が著しく大きい。約うつく時間で、協定世界時を9時間進ませた標準時である。ロシア第8標準時とも呼ばれ、日本標準時と同じである。ありがとうございます。